野寺秀則は、静岡県伊豆市出身の、元自転車プロロードレース選手。2005年、2008年度全日本チャンピオン。現在は、島のレーシングの監督を務める。力強いと反力とともに、特に厳しいレースにおけるスプリントで知られる。BMX を経験しており、ウィリーのパフォーマンスを見せることもよく知られていて、野手ち自転車マンという愛称を持つ。 自身のブログによると、自転車マンの愛称は、近所の子供たちに命名されたとのこと。修善寺工業高校、法政大学を出て、島のレーシング、コルパックアストロ、島のレーシング。小学3年生の時に、BMX に乗り始める。高校から本格的に競技を開始し、大学卒業後に島のレーシングへ。2001年度からは、 イタリアチームのコルパックアストロエカニュート、ロフェオ、オライグ、エリアやティレーノ、アドリア、ティコなどを完走。日本人としては市川雅俊以来二人目となる。ジロでイタリアの完走を果たす。その後日本へ戻り、シマノレーシングへ復帰。シマノの海外遠征の傍ら日本国内で行われる。多くの実業団レースでも勝利した。全日本選手権との相性も良く、2度の日本一に。 輝いた。2010年6月4日、自身のブログにて、同年6月27日に開催される全日本選手権にて、現役生活にピリオドを打ち、引退することを表明。引退レースとなった全日本選手権では3位に入り、2003年から続いていた全日本選手権連続表彰台記録を八に伸ばした。また、前の週の六月二十日に開催された、 実業団西日本ロードレースで優勝。これが、ノデラのキャリア最後の勝利である。引退後は、島のレーシングの監督に就任。ありがとうございます。